中心になっちゃうんだよな。また何か起こらないとも限らないぜ。もしかしてお前の体質のせいか？お前ってトラブル体質なんじゃないのか？おい、オイラはお前に会うまでは全然こんなじゃなかった。とにかくナヒーダのためだと思って、オイラたちもそろそろ次の旅に出発。こんなところで会うとは思わなかったぜ。あんたら本当にいろんな場所をブラブラするのが好きなんだな。あ、ディシアだ。まあいいや。それでお前はここで何してるんだ？さっきまで砂漠でお得意さんの依頼をこなしてたのさ。遠くからあんたらを見てたが、何か真面目な話をしてた。マジか。そいつは驚いたぜ。でも今後は今日みたいに偶然顔を合わせること。そうだ、傭兵仲間たちと一緒。いやいや、気持ちだけ受け取っておくぜ。そうか。この砂漠を越えていくつかの水路を渡っていけばフォンテーヌだ。それでいつ出発するつ。待てよ。なら今思えばスメールが今の。でもナヒーダにも挨拶していかなく。確かにな。
それじゃあここらでお別れだ、旅人。ファイム。またな、リシア。またな、スメール。行きましょう。はっ。行きましょう。目標を決めた方がいいんじゃないか？どう思う？そうだな。前もオイラたちに有用な情報をいっぱいくれたのはナヒ属性の七姿勢はオイラたちが今接触できる中で、うん。でも水人ってオイラたちと気が合うタイプだと思うか？一国の神について知るならやっぱりその国のやつに聞いた方がいいよな。あそこに話し込んでる奴ら。
でもあの結末はちょっと悲惨すぎると思うな。根は悪いやつじゃなかったわけだろ。ええ、まさかあんな幕引きになるなんてね。てっきり家族のためにもうちょっと抵抗するか。残念ながら私が期待してたどんでん返しはなかったわ。そこの二人何か用か。ああ、オイラたち、フォンテーヌに来たばかりの旅人なんだ。二人にいろいろ聞きたかったんだけど、なんか劇のことを話してる。劇？いやいや、俺たちが話してたのは現実のことさ。そうだったのか。実は物語も現実の事柄を改変して作られたものが多いの。実際本当にあったことかどうかなんてどうでもいいの。舞台上で演じられている物語が素晴らしい。君たちは外から来た旅人だから知らないわよね。フォンテーヌにはエピクレシス歌劇場。それってなんか軽すぎないか。いいのよ、外から来た人はみんなそう考えるから。私たちはただ君たちが心配してる審判は厳粛であるべきってことについては、それに神が作った審判マシナリー樹脂裁定カーディナルって二重保険もあるし、冤罪や誤審なん。審判マシナリーってもしかしてある種の機械みたいなやつなの。そうだ、肝心なことを聞き忘れてたぜ。そのオイラたち水神に会いたいんだけど、どうすれば会えるんだ。そんなの簡単だろう。歌劇場に行けばいい。水神フリーナ様は毎日歌劇場に入り浸っていらっしゃる。二人は多分フリーナ様と面と向かって話し、フリーナ様に謁見したいってことなら少し難しくなるわ。水神って公務や何。いやいや、フリーナ様はほとんど国の祭りごとには関与しない。予約が難しいのは単にフリーナ様が人気だからじゃないか。そうよ、なんたって私たちの神様なんだもん。人々の神に対する印象が人気者なんて、うん、ちょっとだけ分かってきた気がするぜ。水神はフォンテーヌの大スターみたいな神なんだ。確かに間違ってはいないが、どちらかというとマスコットに近いかな。ちょっと、私たちの神様なのよ。それはあまりにも直接的す。おっと、確かに。冗談はよしなさいって。よし、おかげでいろいろ分かったぜ。ありがとな。とにかく水神に会いたいなら歌劇場に行けばいいってことだな。予約しても実際に会えるのはいつになるかわからないけど、まあその間にいろいろ見て回れば。お、何見てるんだ。何かあったのか。まさか海に飛び込もうとしてるわけじゃないよな。ちょっと話しかけに行った方がいいんじゃないか。ありがとう。なら心の中に留める。私はただ小さい頃お兄ちゃん、でもおま人々はよくフォンテーヌの周りにある水を海と言うけれど、あの小さな丘のことは鮮明に覚えてるわ。お兄ちゃんはよくあそこで海は今にも、そして私たちをも。おいらよくわからん。見ない顔だね。リネットの新しい友達かい。お前妹を気にかけてくれてありがとう。リネットはここで昔の思い出を懐かしむのが好きでね。心配はいらないよ。おっと、自己紹介がまだだったね。僕はリネ、こっちは妹のリネットだ。
見たところ外国から来た旅人さんかな。うん、オイラはパイツさっきまでお前の妹と喋ってたんだ。そうだったのか。リネットがこんなによく話すのは珍しいんだよ。普段はとても物静かでね。へえ、そうだったのか。オイラと旅人のコンビもお前たちと似てるぜ。いつもオイラだけが喋ってるんだ。おい、え、そうだったのかよ。私もお兄ちゃんがおしゃべりだって思う。僕たちに似た者同士みたいだね、バイモン。それでさっきリネットが言った海は今にも私たちの思い出を飲み込もうとしてる、私たちをもって。ああ、それか。フォンテーヌに長く伝えられている予言だよ。いや、正確には予言とは言えないかも。それはどこから話せばいいか。そうだ、この件はまた今度話そうよ。僕たちまだちゃんと挨拶をしてなかったよね。おい、さっきの自己紹介だけじゃ足り…こんにちは、旅人。それから、こんにちは、パイモン。おい、なんでオイラとは握手じゃないんだよ。リネは一体何がしたいんだ。気にしないで。フォンテーヌにおける交友のマナーだとでも思ってや。もしかしたら役に立つ時が来るかもよ。そうなのか。そういえばオイラたち歌劇場に行って水神と会いたいんだけど、よかったら道案内してくれないか。クリーナ様に会うのかい。いいよ、ちょうど僕も歌劇場に行くつもりだったんだ。僕についてきて。君たち、フリーナ様に会いたいって言ってたけど、あちらから二人を出迎えに来てくださっ…富める者も貧しき者もグロシを持つ者も持たざる者も杯を掲げよう。グロシがない者は代わりに腕を。諸君らの見ての通り、見知らぬ旅人が我らの国を訪れた。さあ彼らに祝福を。遠路はるばるやってきた旅人とその仲間のために祝杯をあげようじゃないか。おい、オイラたちのことか。君たち二人がいくつかの国を派手に荒らしてきたことはもう耳にしているよ。だがそれでも歓迎しよう。いや、それどころかこの僕が直々に出迎えてあげようじゃないか。恐れなど小物が抱く感情だ。僕は神としてそんな無意味なことを心情にして警戒したりはしない。君の経験さはよく知っているから安心するといい。こたびの謁見は僕の力と権力を仰ぎ尊んでもらうためのものだ。賢き者は常に正しき旗のもとに集う。ようこそ水の国へ。君たちの旅の価値と意義をこのフォカロルスが認めよう。オイラもまだ状況が分かってないぞ。まだフォンテーヌに着いたばっかなのに。それにこの水準、前置きもちょっと。な
んだか大げさっていうか、その聞きたいんだけど、なんでオイラたちが来ることを知ってたんだ。うん、君たち異教人が凡庸な考えを持ってしまうことは十分に理解できる。しかし神の中にも平凡な神と優秀な神がいるというのを忘れないでほしい。君たちが僕の才能に驚くのも無理はないけどね。今一度自らを見つめ直すべきじゃないか。君たちが本当に神と会話できるほどの人徳と礼儀を兼ね備えているのかどうかについてね。僕からすれば君たちの情報を得ることなんて指を動かすのと同じで、これ以上ないくらい簡単なことさ。うわ、めちゃくちゃ偉そうだぞ。ん？おやおや、なんだいその目は。もしやこのような歓迎の儀にすら満足できないと。こんなところでフリーナ様に会えるなんて。二人はもしかしてあの有名な。なになに、フリーナ様がいらっしゃったって。そりゃそうさ。おお、そいつは楽しみだ。いかにも。しかしそう焦らないでくれ。まったく、僕を信奉する民はいつも慣習と一緒になって高らかに叫びたがる。少々耳につくが、僕はそれすらも寛容に受け止めよう。これは褒美だと思ってくれ。君たちの想像通り、僕はこの異教の旅人と歴史的な対決をするつもりだ。いきなりやり合うのか。なんか展開が早すぎるような。ん？コホン、君は恐れを感じないのか。これは神との対決なんだぞ。何をする気だ旅人。民の前で神を愚弄するつもりか。コホン、気にするなクロリンデ。神に向かって剣を抜ける者などそういない。その勇気は称えよう。彼は正真正銘の闘士であると言う。だが残念だ、この時代の人々は常に刺激を望む。単なる武力対決では飢えた魂を満たすことはできないだろう。確かに言われてみ、エリギュス島の犯罪者たちもしょっちゅう決闘を通して自分の名誉を守りたがるし。そうだろう。であれば正義の神である僕がこの異教の旅人と法廷で対決しようではなく。おお、そいつはいい。ああ、こっちのホームはフォンテーヌなんだ。歌劇場を利用しないなんて惜しい。なんでそこまで観衆の反響を気にするんだよ。その歌劇場ってとこに浸かりすぎなんじゃない。それに法廷で対決するって言ったって何をするんだ。君たちに審判を下す理由はもちろんあるさ。むしろすでに明白だろ。フォンテーヌの法律において月始めの3日間はいかなるものであろうとフォンテーヌの街中で飛行物体を放つことは禁止されている。君たちはすでにこれに違反しているのさ。おお、確かにそうだった。それのどこが明白なんだよ。そんな変な法律。いや待てよ、オイラのこと飛行物体だと思ってるってことか。そうだと思う。異論がないなら水神の名において君たちを逮捕しよう。申し訳ございません、クリーナ様。空気を壊すようではありますが、そのパイモンは飛行物体に入らないと思います。そうだぞリネ、やっとまともなやつが話に加わったぜ。おお、大魔術師リネ、我が愛しの民よ。僕への反論は許すが、一体どうやってそれが飛行物体でない。魔術師ともあろうものが場をかき乱してしまいましたね。そのフォローをする責任は当然ながら僕に。ちょうど監修も揃っていることですから、ここで一つマジックを披露いたしました。じゃじゃーん。うえ、オイラの背中にいつの
見ての通りパイモンは地球のようなものに分類されるべきです。この糸はずっと存在していて、さっきまでは見えていなかっただけなのだから。それってマジックっていうよりジョークに近いんじゃ俺は面白い。素晴らしい、実に素晴らしいよリネ君。こういう予想外の展開は大好きさ。君のおかげで今日の演出は完璧なものになった。演出？今日の出来事を演出の日であれば、審判の件はこれで終わりとしよう。正義の神が無実の者に濡れ衣を着せるわけにはいかないからね。だが審判の理由さえあれば、異教の旅人どころか異国の神であろうと僕は裁くことができる。それではリネ君に、リネット君、君たちの次のパフォーマンスを楽しみにしているよ。よくわからない紙だったな。質問する暇もなかったし、話はまた今度だな。さっきのあんな雰囲気じゃ。大したことじゃないよ。たまたまそんな法律があることを知っててね。君たちのために念のため準備。これでフリーナ様がどんな紙なのかわかっただ。時々わけがわからなくなるけど、一応は理屈が通じる。ところでリネ、お前ってマジシャンだったんだな単にちょっとしたトリックが見せられるだけさ。それを使って生計を立ててるだけだよ。けど実はフォンテーヌ最高のホールである。あれ、でもそういや歌劇場ってフォンテーヌの法廷なんじゃなか。事件の審理がないときは様々な公演が行われるんだ。そうだ、これも何かの縁だし。お兄ちゃんはいいな。それはよかった。だったらしばらく一緒に行動しようよ。本当かい？これマジックポケットっていうマジック道具なんだ。え？こんなマジック道具で何するんだよ。前に予言に、いつからかフォンテーヌに。フォンテーヌ人は皆生まれた時から罪を抱えている。正義の国フォンテーヌがどれほど審判を行おうと、それが消えることは、フォンテーヌの海面が上昇し人々は皆海の中に溶け、水神は自らの神倉で涙を。めちゃくちゃネガティブな。よ、人々もいろいろと想像を巡らせててね。一説にはフォンテーヌ人の先祖が海の力を盗んだせいで海が怒り狂う。別の説ではフォンテーヌ人が初代水神の忠告を無視したせいで。けどフォンテーヌでは何事にも証拠が必要だ。フォンテーヌ人ですら自分が何の罪を犯したのか知らないんなら。はじめはみんなそう考えてたよ。でもここ数年フォンテーヌの海面が実際に上昇し始めたんだ。すでに多くの場所が海の底へと変わり、それらの説を信じずただの自然現象だって考えてる人も多い。だけど僕や僕の家族からすれば、フォンテーヌの人々は少なくとも海の近くに住んでる人は沈む前に引っ越すべきだ。これはマジック道具で高い収納機能がある。引っ越しの時絶対に役立つはずだよ。なるほど、転ばぬ先の杖ってやつだな。あるいは絶対的な力のみが災害に抗うことができるのかな。さて手伝ってくれるなら近くの人にマジックポケットを配ってくれないかな。君はかの有名な金マジックポケットか。それじゃ受け取っておく。それ君たちも予言を。お前は予言を信じ、いや信じて。物語によれば人々は陸上で暮らしたいと思った。やがて血管が発達し、だからたとえ海面が上昇して海に。そんな説もあったのか。ああ分かった、受け取ろう。俺はただ予言にある人は海に溶けるが
死とは限らないと。別にいらないよ。人は今を生きないと。この先もし何かが。それでもやっぱ、分かったよ。ありがとう。私はもう全部配り終えたのかい？どうだった？みんな、その…ああ。でも災害が本当に起こった…それで、あとはもう最後の一つ。実…材料集めだな。うん。君たちがいてくれて助かったよ。さすがはプロの旅人、仕事が早いね。ほら、リネットもちょっとは手伝ってよ。無理、今日は省エネモードだから。じゃないと歌劇場での公演で。はあ、分かったよ。まだ公演まで時間はたっぷり。歌劇場に行く前にフォンテーヌ邸に行くのか。し、また見て、あの子、あっちの女の子。ん？あの…いや、実はマジシャンの手法は泥棒と似たところがあってね。彼女の動きをよく…あ、本当だ！静かに。彼女を捕まえる方法を考えよう。かなり警戒してるみたいだから、君たちはあっちのリフトから上に先回りして、もし逃げるとしたら必ず…よし、天へと舞え。他になくなったものはない。いや、大丈夫だ。
助かった。それじゃ俺はこれで。は、取られたものはリネが取り戻したのか。ああ、でも残念ながら泥棒は捕まえられなかった。その子が消えた大体の方向は見え、大したことじゃない。お兄ちゃん善良でいるのはいいけど、もっと自分のことも気にかけて。公園に影響したらまずいわ。ごめんごめん、許してよ。はあ、それにしてもあの泥棒身のこなしがすごかったな。ま、少なくとも物は取り戻せたし。そんなにすごかったのか。さて、ハプニングもこれでおしまい。さっさとフォンテーヌ邸に行こう。これは純粋線だよ。これが結構便利でさ。まあ道中の景色はほとんど変わらないから。つまりお兄ちゃんは、いやいや、そんなことないよ。それにリネットと一緒にいるときはなんだか旅っていうより家にいる感じ。そう、どこの兄ちゃんも妹にはかなわない。そろそろ時間だ。私の陣とどうしてフォンテーヌに。すごい偶然だな。オイラたちみたいに旅する。まあ水神がどうやって知ったのかは分か。紹介は結構よ。かの有名な魔術師のリネさんにこのお二人のことすら知らなかったら。はじめまして、スチームバード新聞社の記者だったんだね。お会いできて光栄です。みんな顔見知りだし、なんだか一気にフォンテーヌに馴染めた気がする。シャルロットは最近何してたんだ。最近はまあまあかな。ニュースの素材がない。同じ内容でも行動の仕方さえ、例えば詐欺師がいかに女の子の気持ちをもてあそんだかとか、金融犯罪の犯人が過去にパン1枚で5日間も食いつないだ経験とかね。はぁ、そうなのよ。あ、そうそう、実はある事件をずっと追ってるの。連続少女失踪事件。ええ、これはフォン、もし連続少女失踪事件、同業者はみんな涙を流して。連続少女失踪。そうよ、あの年代から現在まである。さらに恐ろしいことに、失踪した少女は誰一人として見つかっていないの。その間に容疑者として逮捕された人も結構いるけど、逮捕からほどなくして事件は繰り返し発生した。ええ、その可能性も十分あるわ。何にせよ全ての事柄には。僕もそう思うよ。少なくとも失踪した少女の家族には真実を知る権。想像したことがあるよ、もしリネットが行方不明になったらってね。想像だけ。Thank you.
ても楽しかったわ。オイラたちも楽しかったぜ。この後まだし、うん、ええ、記者の仕事って大変そうだな。そのもしよかったら。うん、もちろんいいぜ。ついてこいなんて言ってないよ。遅い。この頂上って。恋なんて言ってないよ。ここが僕たちの仮住まいさ。あ、フレミネ、いたのか。みんなはどこ？リネ？リネット？みんなはさっき出かけたよ。そうか。まあ、お父様がそろそろ帰ってくる時期だ。ああ、二人とも。この子は僕の弟で、フレミネだ。すごく腕のいい潜水。こんにちは。こんにちは！オイラはパイモンで。その、リネ。どうしたの？何か話でもあるのかい？そうか、分かったよ。何かあったのか？いや、何でもないよ。そうだ、フレミネ、旅人と一緒にマジックポケットの材料、うん、僕も水中でいっぱいと。さすがだね。雨が降ってきたみたい。本当だな。今の今まで晴れてたのに。フォンテーヌの天気って変。仕方ない仕方ない。ん？フレミネ、どうしたの？僕はあの伝説を信じてる。フォンテーヌにはかつて小さい頃、母さんに言われたことがある。水流、水流。もし本当に、おー、オイラも食べ。水流、水流、泣かないで。うん、何も起きないね。やっぱり伝説は伝説か。お兄ちゃん、ロマンのわかる魔術師になればもっと人気になれるかもよ。そうだね。もしかしたら知り合いでもない僕たちから慰めを受けても別に気分は良くならない。
今日の雨は結構降ったね。もうこんな時間か。まずいな。何かやることがある？ああ、歌劇場でやる公演の準備だよ。どうにか今日の純粋戦の最終便までには、公演当日は純粋戦でエリニス島に来て。歌劇場はその島にある。リネットが歌劇場前の噴水広場まで迎えに行くから。もう行く？どうしたんだいフレミネ。今ちょっとイス旅人、悪いけど頼まれて。クレミネはちょっとシャイなところがあってね。うん、いいぜ。本当にごめんなさい。ミオラさん、ついてこいなんて言ってないよ。見慣れない顔だね。何がお望みだい？買い物、製造依頼。材料を届け。ああ、マジックポケットだね。いや、もうすでに十分な数の、私も商売で苦労してるだろうから。リネたちって怒っ、よくは知らないけど。そういえばオーナー、機械でやれるなら手を使うやつなんていない。じゃあ。そうだね。簡単に言や、フォンテーヌ人が普段使ってるエネルギーは基本的に立証混合エネ。え？審判
からエネルギーが…法廷で審判が行われる時、油脂最低カーディナル。でもまだよくわかんないぞ。信仰みたいにふわっとしたものをどうやっ…あ、つまり水神はこういう機械を使って、あんたらの言う概念、それから立証混合エネルギー以外にも、生産過程では神の力に頼らなくていいんだけど。仕事ほったらかしてまた雑談か、オーナー。俺も混ぜてくれよ。なんだってまたここに。あんたらカブリエル商会から借りた金は来月必ず返す。来月を待たずして逃げられるってこともあるだろう。今日は少なくとも5割。あんたら、どうやらこの工房経営状況が良くないみたいだな。ちょっとちょっと、借金の取り立てをする前にまずは自分たちの方を清算したら、君たちカブリエル商会が俺たち北国銀行のビジネスを奪うのは別に構わない。北国銀行のもんか。来月必ず返すと言ったはずだ。とやかく言われる。お、旅人、おちびちゃん、まさかフォンテーヌで会えるなんて思ってもなかったよ。オイラたちもまさかお前がここにいるなんて思わなかったぞ。話すと長くなるけど、実はもう長いこと君たちに会えたのはある意味運命だ。旧友だからってだけじゃなく、どう考えたってこの先の日々がぐんと。オイラたち、お前の言う面白さは別に好きじゃないんだって。おい、北国銀行、邪魔しないでくれるかな。貴様、借金の取り立てに来たのはそっちの方だろうが。小僧、お望み通り今すぐ金を返してやる。邪魔するなって言ってるのに。あ、そうだ、旅人、前にトーニャとテウセルを降り…おい、図に乗るなよ。はあ、話をする暇もくれないとはね。まあいい、北国銀行からは客に手出しをするなって言われてるけど、君たちからかかってくるなら正当防衛だ。二人とも俺のために証人になって。まあ、お前なら一瞬で片付…痛いから我慢しろよ。いや、なんなんだお前は、強すぎるにも程がある。今さら気づいても意味ないよ。北国銀行が君たちの手に負えない相手だ。お、へっ、好きやり。妙だな。わからない。手を出そうとした瞬間、水元素力が急に言うことを聞いてくれなく。そんなことってあるのか。まあいいや、過度に神の目の元素力に頼れば鋭さを失ってしまう。それでタルタリアはなんでフォンテーヌに来たんだ。ああ、それは、え、なんで。近頃体の、もしかして。確かにそうかもしれない。そうだな、今の力はほとんどその時にし、彼女は口数が少なくて、どうして俺を弟子にして。俺が奴を呼び覚まし。奴ってなん。それが獅子。夢の中で俺はクジラ。そういえばあの夢を見た時から。だからってそれを自分の技に。なんで師匠に直接。そんな簡単に言わないでくれ。探し続けてもう何年も経つのに。うわ、ああ、手がかりは全て途絶えてしまった。おっと、いまた帰宅に。いや、個人的な用事さ。きああ、フォンテーヌじゃ容疑者が法廷に出向く前、名誉を守るた。でも決闘代理人は国中の精鋭たちから選び、だからこの行為は命を懸けて名誉を守ることの象徴と。そして最悪の場、フォンテーヌには死刑が存在するという噂だけど、だからどうしても受け入れられない冤罪と。じゃあ、それは極悪。それに決闘代理人も伊達にその任についてるわけじゃない。これこそ俺、今日のクロリンでは
噂じゃ決闘代理人のな。お前な。そうだ、これは君たちが持って。お前の神の目じゃないか。適当すぎるだ。この神の目がさっきみたいな状況。それに旅人に預かな。おいらわかタルタリアンのやつ、気が沈むとか、これでしばらくやることがなく。おお、そうだったのか。まさかずっと存在感のなかった記者が犯人だった。ごめん、びっくりしすぎてフォンテーヌの推理小説、謎が明かされる瞬間とか。それはそう。リネのやつ、歌劇場はエリニャス。前、遅い。属性を見下ろさん。
けを間違えたら。欲しいなら君にやるよ。遅い。ミオラさん、ついてこいなんて言ってないよ。遅い。
て来いなんて言ってないよ。私はエルファネ。純粋船は間もなく出発するから、頭や手などの体の部位を窓の外に出さないで。純粋船の運営はこれによって起きた事故や損害に一切責任を負わないわ。それからスチームバード新聞を買って。私は全然読まないけど。ポートに到着よ。荷物のチェックをしっかりね。乗客の落とし物を遺失物センターに預けるくらいはするけど、手続きが本当に大変なの。私たちメルジーヌの手はペンを持つのに向いていないんだもの。船を降りるときは気をつけて。今回の航行のガイドを担当できて光栄だったわ。ありがとう。賢く健康。そんなことどうだっていいわよ。そうだな。でも僕たち二人の子ならきっとお利口さんだぞ。これフォンテーヌのバス。どうしたんだ？バス。え？何か。この噴水はルキナの泉といって。フォンテーヌのすべての水が交わるところなの。ディネット！お兄ちゃんが噴水広場で待っ。それは覚えてるけど。ここは人が多いから当然でしょ。おい！脅かすなよ。そう、確かにそれは幻聴なんかじゃない。あなたの水元素の感知力。あなたはいつなえ
答えて。悲しい時とかか？なら、あなたにも理解できるはず。さっき、ルキナの泉はあなたが聞いた声も。それで、そいつはなんて？その人よりも、普段は余裕そうに構えてるけど。やっぱり約束を守ってくれたね。旅人にパイも、君たちに出会えて本当に。からかうなよな。そうみたいだね。こんなに早くついてくれるくらいだから。ちょうどよかった。まだ観客も入ってないし。歌劇場は昔から指定席制でね。事前登録が必要なんだ。わあ、一番前の席が。なんてことないさ。遠慮。おい、皆さん、ちょっとこっちに来て。ああ。舞台道具の配置にちょっと問題があるみたいだ。明日。うん。すまない。この雰囲気に気づかなかった私のお家とだ。必要な時は。こそこそしちゃって、失礼なことしちゃって、そうだ、お前友達か。もし。じゃあ、違うって、改めて、こんにちは。オイラはパイモンで、こいつは旅人だ。ごきげんよう。マナーにのっとり。ヌビレットさん、公園に来てくれるなんて。何、リネ君。今この方はフォンテーヌの最高審判官なんだ。そうだったのか。気にするな。最高審判官などただの仕事に過ぎない。それから多少不本意ではあるが、一応言っておき、さっきからずっと高所の金石からポーズを君たちの目に初めて映った時に気づいてやってくれ。でないと落ち込んでしまうだろうから。うわ、それはよかった。彼女のことは気にするな。フォンテーヌの水神と最高審判官。さて、もう少し待っててくれるかい。やっとか。オイラ飲む。おお、暗くなったぞ。もうすぐ始まるの。本日はお忙しい中、エピクレシス歌劇場へお越しいただき、ありがとうございます。こちらは僕の妹で、最も重要なアシスタントのリネットです。こんにちは。ね、好きに言う。皆さん、こう思っていませんか？自由に、ならば、ここに約束。私もリネットも、すでに神の目を外しました。なるほどな。もう待ちきれないという皆さんのために早速幕開けとしましょう。どうか寂しがらないで。少しの我慢ですから。
すぐに思いもつかないような形で再び登場し、あ、それから最後に一つ注意事項を。瞬きのタイミングは、マジシャンの極意は、有から無へ、無から有へ、千変万化を成し遂げること。観客はみんな伝統的なマジックなんてとうに見飽きている。僕が唯一無二であると証明するにはどうすればいい？ここで難題を一つ。注目の中、この水の牢獄から妹の姿を消してみせましょう。そう難しくはない。人を泡に変え脱出させるだけ。点検はあれほどしとけって。蓋が閉まれば空気でさえ出られない。初心者なら大慌てのところだ。幸い舞台にいるのはこの僕。真の実力をお見せしましょう。まだいるかい？あんまり離れないで。魔力が尽きたらバレちゃう。うん、ただいま。私たちに簡単に見破られてしまうくらいなら、彼の技術もまだまだ鍛錬が必要ということ。マジックを鑑賞するときは、声に隠された手法よりも舞台が織りなす過程に目を向け。確かにな。ありがとうございます。こちらのパフォーマンスにはご満足。しかし、この不思議な旅はまだ終わりません。これよりもさらに驚くような瞬間を。転移と消失のマジックはまだまだ進化するんです。皆さん、水槽脱出のマジックは一切の隙もないように見えたけど、結局リネットが相手だったから成功したんだ。リネットが助手であれば、事前に準備する時間は。ならば次のマジックは、ここにいる子。さあ、魔力に満ちた箱を舞台へ持ってきて。さて、箱は全部で2つあります。一つはここに、もう一つは観客席中央の通感の鋭いお客さんはすでにお気づきでしょう。そう、次のマジックは入れ替わりです。選ばれたラッキーなお客さんには、僕がこちらの箱に入るのと同時にあちらの箱に入ってもらいます。皆さん、僕が細工できないよう、視界の箱から絶対に目をそらさないでください。うわ、どうやってやるんだ。な、リネって本当に魔術が使えるんじゃないのか？ラッキーなお客さんが誰になるかは、この機会は完全にランダム。では、始めますよ。どれどれ？ああ、さあ、
彼女をマジック箱のそばへ連れてきてくれるかい？箱の中の空間が狭くてごめんね。でもその代わり、緊張がほぐれるよう、あなたは何もしなくて大丈夫です。マジックが中断されてしまえば、あなたがどこに現れるか僕にもわかりません。気がついたら、メロピデ要塞にいた、なんてこともある。さて、箱に入る前に、皆さんに一つお願いしたいことが、60、59、58、という暗い箱の中では何も見えませんから、意地悪はなしですよ。そんなこと言われたら、逆に早めに。おっと、皆さん。60! そうそう、そのスピードです。54! ヌビレット！私は心の中でか、これは身分と性格によると。そっか、真面目な表情だったから。40! リネさん、いるか？慌てないで。今、魔力の方向を書く、どこか変な場所。例えば。なんか、リネのやつ、何の音だ？な、聞こえたか？25！ どういうことだ？うっかり装飾を落としちゃってね。もう時間がない。それはダメだよ。パフォーマンスに決定。19！ やれやれ。なんだかカウントダウンがどんどん早くなってきてる気がしますが。あと10。準備はほぼ完了。いや、二人の位置を入れ替えるのは大掛かりだね。僕みたいな熟練の魔術師でも、一回で成功できるかどうか。ねえねえ、僕は後ろに行けた。箱の中は同じだからわからないや。え？また失敗？ねえ、もう一度。ちょっと待ってて。もう。しまった、今のはなし。中止だ。医療スタッフは私についてこい。その通りだ。事故なら原因を特定しなければ。事故じゃなかったら。君たちも慌てなくていい。何が起こったのかは。不幸なことに、マジックボックスにいた人は、すでに息を引き取っていた。死者の名は、コーウェル。リネ魔術団のアシスタントの一人だ。舞台上の花火が水槽上部のロープに引火したことが、水槽墜落の直接の原因となった。なぜ箱の中にいたのが、選ばれた観客でなくコーエルだった。だが警察隊が捜索したところ、こうなれば、もう単なる舞台の事故とは言えない。連続少女失踪事件に属す。連続少女失踪事件って。わかった。わかったよ。一目で見通せる謎を目玉にしてくれる腕の立つ全能の魔術師、リネ君こそが、連続少女失踪事件の首謀者じゃないと。どうして僕が？これは完全な悪手。全てはマジックショーの最中に起こったことだ。少女が選ばれて消えたことも、今にして思えば、前置きの、有から無へ、無から有へは、嘘だろ？でも、こいつはずっと、それに、こいつは出会った時から連続少女失踪事件の犯人。言い争いはそこまでだ、フリーナ殿。今の発言はリネ君やその仲間に対する告発と。え？僕はただ彼のことを。告発について話すには時期尚早じゃ。
フリーナ様の推理、トリックの裏に隠された誘拐と殺害の事実を一言でズバリと言ってのき、コホン、その当たり前だろう。見えすいた真相より目の前の相手の方が僕を興奮させて、さてそこの異教の旅人よ、君は手を差し伸べるんだろう。それがまさかリネ君の助けで引き分けになってしまうとはね。いずれ必ず君との決着はつく。そのクライマックスが遅かれ早かれ、あいつ、よかろう。告発旅人、フリーナ殿は君を相手として見ている。君はリネ君の味方となって彼を擁護し、わかった、審判は明日歌劇場で執り行う予定だ。双方自由に事件を調査、リネ君と彼の魔術団には当事者として全員歌劇場で待機してもらう必要がある。残りの観客は警察隊の確認が取れ次第順番に退出し、一日はあっという間に過ぎゆくものだ。名高き大物の君が一体どんな波を巻き起こせるか。心から楽しませてもらう。君たち、驚かせたよ。当然だろ。そっか、さっきはみんなの前だったが、今は僕たちだけだ。ありがとう。周りから見れば僕は第一容疑者なんだろうけど、舞台上の不測の事態があった。それと選ばれた少女がなぜと、このトリックをよく理解している人でも、ふふん、それこそ調査の価値があるぜ。本にも書いてあったぞ、不可能なことは起こりえない、怒ったなら必ず可能性は。街で本を読んで、ああ、モラはオイラがコツコツ、かわいい。よく。とは言っても、君が僕の代理人になってくれ。よろしく。おう、そうだ、調査の前に一つ聞いていいか。あれか。秘密はもう守れないと思うよ、リネ。そうだな。これほどの大事件になってしまえば、マジックの種もきっと証拠として審判に関わ、でもこの秘密が事件の真相を見つけるのに役立つ。トリックを解説するならここを出ないと。うん、それじゃあ行こう。ここにいる観客がみんな行ってしまう前にな。おまわりさん、こんにちは。調査に何か進展はあったか。なるほど、あんたがフリーナ様の言ってた異教の旅人。ついてくればわかる。死者はコーエル、ミネのアシスタントの一人で入団して間もなかったが、アシスタントの仕事は主に道具の設置。水槽が突然墜落して箱の中にいるコーエルに当たってしまったとこは、客席にいたあんたらも見てたはずだ。そこが消せないところなんだが、これを見ろ。マジ事故として見るにはあまりにも。だがこれが入念に計画された事件なら、この…でも、あいつに動機なんかない。あんたらはリネの…短い付き合いだけで、そこまでの信頼を…この世に魔術なんてものが存在し…俺はおびただしい数の事件を見てきた。人というのは、すまない。もし気になるなら、事件…